牙あるよ。起きてるよ、絶対起きてるよ。起きてるよ。今ちょっと牙にビビってます。今ちょっとピクッとしました。山根さんが触れ合いました触れ合いました。食われてしまえばいいのに。はーい、はーい、はい、山根君、山根君怖いでしょ。で、あと今度からね、ちょっとね、豚肉食うときはね、ちょっと拝んでいくよ。あいつらそのうちあれでしょ、バーベキュー屋に並ぶんでしょ。うん、並ぶ、トントロとかね。求愛してるね、これ。あれ、誰でもいいの？誰でもいいの？ちょっとあれ、鶏に求愛してないか、あれ。でもいい。鶏に求愛してるよ。というわけで、はい、動物の皆さんと触れ合ってしまいました。主に僕が。よかったね。はい。豚怖かった。今日の夕食はとんかつです。いや血も涙もねえな。というわけで、動物触れ合い広場制覇。でも君ら触れ合ってないんだよな。続いては。小川の散歩道、後ろに橋が見えますね。ああいうところを歩いてのどかな気分に浸りましょうということで、自然に帰ろうということで、はい、じゃあ歩いてください。はい、というわけで散歩道でした。散歩した。散歩した。めっちゃ散歩した。いいね。のどかでした。もうのどのど。お腹空いてる？疲れた。疲れた、ね。一応これで工程としては行ったのかな。パンフレットのナンバーが振ってあるものは全部行ったね。そうですね。じゃあ一応これで達成感かな。今声裏返ったね。制覇かな。まあ、とりあえずここ行ったん、20番を。はい、じゃあ小川の散歩道を、小川の散歩道です。せや、というわけで中級トレイン乗って、はい、下まで降りれるのかな。下やね、まあ、行けるとこまで行ってみましょう。行けるとこまで行ってみましょう。世界の車窓からとか流したいな。というわけで、トレインでした。どうも。いやもう何も言うことはないな。というわけで、ヨーデルの森最後はクラフト教室ということでやってまいりました。何をしますか。なんかキーホルダーを作ります。こんなにこういう感じで作ります。キーホルダー作る感じで作れますか。元気がないぞ。大丈夫か。後半までの体力がない。はい、じゃあはじめ、はい、ということでよろしくお願いします。じゃあすみません、先生お願いします。そうですね、先生お願いしますね。これがね、水性アクリル絵の具と言います。まず速乾性
性があります。はい。軽くんそれ何よ。え、これ猫。れ猫。あ、よく見たら猫やね。猫です。ボンちゃんは？ブータさん。ブタさん？ブタさん。あ、とんかつの材料な。そうそう。今日はやっぱりね。今日はブタで。ハルキ君分かってると思うけど、普通のものを作ってもしょうがないよ。あー、これ絵が地味だな。こんなん予想できるわ。いやでも一応やっとかないとね、これ。なんか集中しちゃってるね。ハルキ君なんか面白いこと言ってよ。面白いこと。ワンちゃん何かカメラに向かって面白い顔を、何か面白い顔を、真面目にやっとる。それでは参りましょう、出来上がったということで、ゴンちゃんの方からお願いします。ゴンちゃんは豚のキーホルダー、本来なら、まあ、こんな風な豚が出来上がる予定なんですが、あなたが色付けするとどうなるか、こうなります。いや、僕かなりいい出来だと思う。これはちょっと毛深い上になんか赤いパンツ履いてやがる。そういういらないよそんなの。でも僕これ結構いやね、これゴンちゃんにちょっと似てんだけど。画像っていうね。毛深いな。毛深いでしょ。腕の下の黒いのは脇毛が。脇毛ですね。脇毛ですね。夢も希望もねえな、このキーホルダー。背投げもあって、パンツに染みまでありますよ。結構出来的には素晴らしくいい。嫌すぎる。可愛らしいし。はい、もういいでしょ。可愛らしいですね。じゃあ次は、はるきくんの猫のキーホルダー。こんな感じになる予定。お、かわいい三毛猫ができるところだったのかな。ですけど、君が色付けするとどうなるか。僕が目で見た感じだと、こないなってしまいます。ドラだね。ドラ猫だね。そう、なんかどこに。お腹の口みたいなのはもう明らかにあのポケットだな。なんか、だんだんこの口、目みたいな顔に見えてきて。その口が怖いんだけど、それ。ピエロだ。もはやピエロだ。後ろは若干怖い、ね、山根企画3ということで第3弾記念ということで、ね、山根君にプレゼントしたいな。いらない。悪いけどいらん。じゃあこっちはもっといらん。というわけで、あの、はい、出来栄えの方を先生に評価していただきたいと思います。先生、そしたらまず豚さんの方からお願いします。豚さんの方からね、はいはい、すごい個性的で私は好きです。なかなかこのように書こうと思っても書けません。もう100点以上差し上げます。お豚さんね、猫さんも同様です。素晴らしいと思います。パクってますけどいいんですか。いいですいいです。パクろうが盗もうが、ね、このように書けたら最高だと思います。あ、じゃあ2人とももう100点と、ね、はい、ということでよろしいでしょうか。素晴らしいです。子供の心忘れてた。そう、もう少し大人になりましょうって、ね、いやでも、いいえ、そんなことない。先生、正直僕あの豚はないと思うんですけど、どうでしょう。可愛いフラも見てあげて、この背中の毛まで。パンツ汚れてるんですよ。いや、よろしいやない。頑張りすぎた私です。ちょっと力入れすぎました、このマッチョは。はい、じゃあ、はい、先生にお礼言いましょう。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。